それでは時間となりました。ただいまよりスカイマーク様との特別デザイン機タカガールジェットの就航についての会見を始めさせていただきます。それではまずご登壇者のご紹介です。スカイマーク株式会社代表取締役会長佐山信夫様、よろしくお願いします。そして福岡ソフトバンクホークス株式会社代表取締役専務太田博明でございます。太田です。では会見に先立ちまして佐山会長より一言ご挨拶賜りたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。本日は、お忙しいところをお集まりいただきまして誠にありがとうございます。昨年のですね、4月にはタイガースレッドを飛ばしたんですが、振り返ってみますと、2年前、1月の28日に臨時再選申し立てをしまして、それ以降いろんな試みをしてまいりましたが、皆様のご支援もあり、昨年の2月から2月の通常閑散期なんですが、2月から平均の搭乗率が 80% を超えるというふうな状況で推移をしてきまして、おかげさまで業況も非常に安定しています。航空会社ですので、一番大事なのは何よりも安全、安全は全てに優先いたします。安全が第一、次いで我々重要視してますのが定時出発率、定時到着率です。昨年の4月から9月までの上半期の航空会社11社のランキングで JAL、スターフライヤー、それからスカイマーク、トップ3に入ることができまして、スカイマークまでが 90% を超える定時出発率になっています。そういったこともあり安定してですね、搭乗率が高い状況が続いていますが、次は安全、それから定時運行率、その次がですね、安心、それから快適ということなんですが、さらに楽しいというのを加味したいということで、昨年のタイガースに続きまして、太田専務とですね、昨年からいろいろとお話をさせていただき、この度タカガールジェットを飛ばすことになりました。実際には5月の中旬からですが、機内の客室乗務員もですね、タカガールのユニフォームを着ますし、いろんな趣向をですね、凝らしたいと思ってますんで、引き続き応援をいただきたいと思ってます。我々重要拠点は、当然羽田、それから神戸もあるんですが、福岡、これ非常に重要な拠点というふうに位置づけてますんで、今回のタカガールジェットを皮切りにですね、福岡の皆さんと仲良く楽しくですね、いろんな趣向を楽しんでいきたいと思ってますんで、引き続きスカイマークをどうぞよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございます。佐山会長ありがとうございました。それでは福岡ソフトバンクホークス代表取締役専務太田博明にご挨拶申し上げます。はい、皆さんこんにちは。まずはじめにですね、今世間では WBC がすごく、いい戦いをしてですね、野球がすごく、注目され直されて楽しいと思っていただけるような状況になっていると思います。で、それを支えるというかですね、日本のプロ野球、私たちホークスもですね、チームまたはドームでのですね、お迎えする準備というものが、着々と進んでいてですね、3月31日の開幕に向けて、しっかりと調整をしているところです。こういった順調にですね、来れているのも多くのホークスのファンの皆様のおかげとですね、あと、スカイマーク様をはじめとするスポンサー様皆様のですね、ご支援に、よるものだというふうに思っております。改めましてですね、ここでお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございます。で、本日は今佐山会長からもありました通り、スカイマーク様がですね、ホークスの、一つのシンボルであるタカガール、これをですね、モチーフにした、ラッピングジェットをですね、作っていただき、就航していただけるということで、本日その発表ができることを本当に嬉しく思っております。日本各地にですね、飛んで、そのタカガールというものをですね、全国に広めていただき、またさらにですね、私たちのファンが増えていくことをすごく楽しみにしています。で、私たちホークスもですね、そのタカガールというものを、今すごく一生懸命ですね、フューチャーしながら取り組んできてるんですけれども、福岡
ではですね、すごく、まあ、私たちも、まあ、タカガールがいっぱいいるなというふうに思っておるんですが、日本全国にですね、そのタカガールファンというものを、タカガールファンじゃないですね、ホークスファン、タカガールを増やしたいというふうに思っております。まあ、そういったことからですね、今回の件をすごく嬉しく思っておりますし、まあ、私どもも、まあ、これを通じてですね、さらなる女性ファンが増えていただければなというふうに思っております。しっかりとですね、今年は目標は一つです。日本一奪還してですね、皆さんに喜んでいただきたいと思っておりますし、また多くの、まあ、タカガール、そしてホークスファンをですね、福岡に運んでいただいてですね、皆さんで応援していただければと思います。本日はどうもありがとうございます。ありがとうございました。それでは早速タカガールジェットのデザインをご披露いたします。ご準備よろしいでしょうか。またタカガールのユニフォームを着て本日は始球式にご登場いただくことになっております。あれはお受けいたします。よろしくお願いいたします。アビエーションワイヤーの小瀬と申します。よろしくお願いいたします。佐山さんに3点ほどお伺いしたいんですけども、はい、まずですね、今回 そのスポンサー、ね、締結なんですけども、はい、いつまでを予定されてますでしょうか。一応シーズン中というふうに考えてます。じゃあ今シーズンのみ、はい、今シーズンのみってことですか。現在のところですね。現在のところ。まあ、ただホークスさんがガンガン勝ってですね勢いがつくんであれば延長というのもあるかもしれません。そうです。はい、続きましてなんですけども、選手のですね、まあ、輸送支援といったところなんですが、そういったところって考えていらっしゃいますか。これはもちろん我々ウェルカムなんで、そういったニーズがあれば喜んで受けさせていただきます。うん、あと最後もう一つなんですけど、はい、ちょっと外れちゃうんですけども、以前ですね、グリーンスタジアム神戸のネーミングライツを取得されてましたよね。はい、で、まあ、こちらの本拠地なんですけども、ネーミングライツってどうお考えですか。取得されるお考えとかってありますか。なんせですね、民事再生の申し立て2年前にして終結去年したとこなんで、まあ、そこまでの根性はないとまあ、3年から5年後ぐらいにね、上場した後にもしかしたら可能性あるかもしれませんが、かなりお高いと思いますんでまあそこまでいけば大したものだと。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。他ご質問ありますでしょうか。なければ会見終了させていただきます。本日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。